名取熊野三社は、宮城県名取市に存在する熊野神社、熊野本宮社、熊野那智神社の総称である。全国に3000社以上ある熊野神社のうちおよそ700社が、東北地方に存在するが、その東北の熊野信仰の中心的存在に、あったのが、名取熊野三社である。仙台湾を熊野灘、名取川を熊野川、高間丘陵を熊野連山にし、 本宮、新宮、那智の三者が他の地域とは異なりそれぞれ別に勘定されている。キークマノの三者それぞれを地理的、方角的に同様にセット状態で勘定しているのは非常に珍しく、全国のクマノ神社の中でもここだけであるとされる。三者の創建については以下のような伝説が伝わっている。この伝説の通り、保安四年に名取老女が 紀州より誕生し、熊野新宮社、熊野本宮社、熊野那智神社が成立したというのが一般に信じられている。ただし、熊野那智神社の元となった羽黒飛龍権芸者の創建は養老三年頃とされる。やがて、欧州藤原氏と密接に関係していくこととなり、特に三代、藤原秀平の時、名取熊野別島の今後を、 別当秀綱が強大な武士団を率いさらに藤原、安平の後見人になるなど、軍事的、宗教的に大きな力を持つようになった。欧州合戦の際も秀綱は、平泉方につき、源頼朝の軍に抗戦した。伝承によると、秀綱は、元吉白高校や日詰め五郎来校と共に、高立山の高官城に籠り、二万の兵を持って、頼朝を迎え撃ったという。 最終的に安平が死亡した後も、秀綱と高校は生き残り、登校した後に秀綱は許され、高立山に祭神を、藤原秀平とする高官神社を建立した。欧州藤原氏滅亡後も名取熊野三社は、信仰を集め、多くの宿望を要する一大聖地として、流星を誇った。特に、熊野新宮社が中心をなすようになり、やがて、新宮社には、 本宮社と那智社も合祀され、熊野神社と称するようになった。鎌倉時代には、新宮社の別当寺である新宮寺で、一切行編参事業が起こり、多くの寺社が参加した。そうして完成した新宮寺一切教は現在でも3000巻以上が伝わっており、これほど多くの一切教が残っているのは、平泉の中村事業を除くと、東日本では他に例がない。 名取市の下用電地区には、名取老女の墓と伝えられる場所がある。また、その近隣には、名取老女が、現在の鎮座地に祀られる前に誕生したという説の、ある熊野新宮神社、熊野本宮神社、熊野那智神社の熊野三社が、個人敷地内に、現在も鎮座している。時代とともに都市化の波にさらされている。ありがとうございます。